ソフトバンクの藤本監督が試合を分けたサインミスも悔やんだ。野村大のバスターに対して藤本監督は試合後、サインはバント、ああいう場面でああいうことしとったらダメですよね、しっかりとね、サインミスは接戦のところで困りますねと説明。さすがに今日はひどすぎるわ。亀で負けて気持ちいい。マジでここまでセンスないやつが監督やってたら永遠に勝てないよ。三森、亀のゴミどもが要所で仕事してて草、はあ。何をとち狂ったか。アストディーヨが藤本ボコボコにして病院送りにして、アストディーヨは逮捕されて、どっちも聞いてくれんかな。野村バント失敗、川瀬にもバントはさすがに笑ったわ。次が柳田とでも思ったんやろか。去年の基地外采配復活で終わりだよ。北米スカウト、ガルビスとアストディーヨと有原を連れてきました。これが許されてる理由って何。オナニー懲罰交代のせいで最後のチャンス潰すの、最高に藤本野球の象徴だよ。クソ監督はいつになったらやめてくれるんだろうな。マジで懲罰胸クソ悪いわ。死ねよヒゲ。どう考えてもヒット打ててる野村にバントさせる勝が死ぬべ